川選手が入場してきました。勝って2022シーズンを笑顔で締めくくるのは山口か千葉か。チームを離れる仲間への花道を飾りたい。拾って山口、橋本健斗かわす。近いところでシュート打った。前半8分この試合でも田中渡る、今日は利き足左足で決めてみせました。前半8分ホームの山口先制です。いや素晴らしいシュートでしたね。今のは足元に止めなくちょっと前に出したことでディフェンス寄せる、ね、間を与えずに角度もうまくつけましたし、まあ、本当いやこれ素晴らしいゴールですね。さあかいくぐって秋山、熊谷は下げてこのボールがずれた、奪った、左足のシュート吉岡止めた。新井ああ素晴らしい。ここ三木選手行ってるので、行ってますね、はい、ここは奪いますね。そして三木、高木が行ってその奥桜川、高木俊之シュート、ただ角度がありませんでした。いいプレーですね。高く行ってればよかったんですけども、まあ連動していったことでミス。自ら行くか、強い前を向いてスペースに高木俊之が走っていますが、キープして左から三木、三木のシュートだ。ゴールキーパー健太郎キャッチしました。ゾーンのディフェンスの山口、桜川を狙ってきた。ゴールライン際上で弾き返した山口です。ショート選手ですかね、力ありますからね、前選手ですかね、まあ、体をぶつけた分強くね、でここでもう仕掛けてもいいかなと思います、ね、あなるほど、1対1なので末吉、橋本、前にスペースがある田口、横に流して秋山のシュート、うん、いやいい形でしたよね。今なんかは前ファーの新井を狙ったボールか、こぼれて高木俊之、力を抜いたシュートが山口のゴールネットを揺らしました。56分千葉同点。いやー綺麗なシュートでしたね。もう上からしっかり押さえて回転当たって逆いってるんですね。席がちょっと逆疲れた形になりました、ね、はい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 、高い選手に当たってっていうことですね。さあで福光が呼んでいるが、中央桜柄このボール奪って荒井一気狙っていった。61分千葉勝ち越し。新井右足を振り抜いていきました。チームトップの7ゴール目、失礼8ゴール目。新井は9試合ぶりのゴールです。同点に追いついた後一気に勝ち越した。これでしたね、まあ、本当山口としてはちょっと一つしのいだところでの、まあ、パススピードもちょっと緩くなったんですけれども、まあ、それを見逃さなかった。左橋本健斗シンプルに入れて梅木のヘディングシュート、わずかに枠の左。千葉にとってはユン・ジョンファン監督今シーズンで退任しますが、そのラストゲームロペスからの優しいパスなんですが、ここから狙っていって合わせた、ブワニカ啓太だ。試合を決定づける3点目、ブワニカ啓太今シーズン5ゴール目。千葉が3点目を奪いました。まあ、ここっていうところにね、一番狙いどころですよね。キーパーの目の前に早く入ってきたブワニカ選手に素晴らしいボール水選手から、まあ、本当非常にいいゴールでしたよね。ここで試合終了の笛です。アウェーの千葉、退任するユン・ジョンファン監督に花を添える勝利。今シーズン最後は